国語学院栃木高等学校2年、大原武さんですね、失礼いたしました。研究テーマは、三回星団のストラストリームを求めて、研究、メンターの先生は、県立、群馬天文台主管、観測普及研究員の長谷川隆先生です。ではよろしくお願いいたします。じゃあ、長い時間座ってちょっとお尻も痛いと思うんですけど、最後なんでちゃんと聞いてください。じゃあ三回星団のステラストリームを求めてという研究を発表したいと思います。まずステラストリームとは何なのかって聞かれるんですけど、ステラストリームっていうのは長い年月をかけて星団が解体し流れを作る様子のことを言います。でこちらがこちらがパロマ5という球状星団の、ストリームを表しています。この色が黒くなっているところが星団の中心を表しています。こちらも NGC6791 という3回星団のストリームを表しています。この研究を見て分かるように2015年と最近去年できたものなんで、僕の研究は最先端の研究だと思います。で、この研究をなぜしたかというと、我々の太陽も星団から解体し流れてきた天体だとしたら、そのストリームを見つけることで我々の太陽の兄弟星を見つけるきっかけになるのではないかと思い、この研究を始めました。こちらが今回研究したバークレー39です。太陽系から 4.8kpa、 銀河中心からは 12.4kpa で、高さが 0.8kpa です。で、年齢が100億歳です。で、ちなみに太陽の寿命は100億歳と言われています。で、今回の研究をする上でバークレー39を9領域に分けて、それぞれの領域をまず10分かける10分角で撮像し、青、緑、赤のフィルターを通して3分露出で撮像を行いました。で、こちらが画像処理です。これ全部説明してると時間足りなくなっちゃうんで、手短に説明します。まず撮影した画像を、まずアイラフォーを用いて、まず画像の一時処理を行います。その後に画像の合成をし、位置を整えた後、条件の良い星を PSF モデルにして、高度を正確に測定できるようにしました。で、この赤い文字のところは、暗い星から明るい星までまんべんなく検出し、サンプリングするっていうのがここで表しています。で、最後の、処理ですが、これは、9枚を1枚に合成し、星団の中心からのズレを、表しました。で、右上のこちらの図は、バークレー39そのものを表しています。真ん中の星は青、その周りにあるのが赤、一番外側にあるのが黄色です。この星を同じ色にしたのがこちらの図です。こちらの図を作った理由は、星の流れを、ステラストリームの流れを見つけようとしましたが、この図からは見つけることはできません。で、こちらの色等級図は、9枚の写真を1枚に、合成し、1枚に合成した後、色等級図にしたものです。横軸は温度を表していて、縦軸は明るさを表しています。で、星団の主なメンバーが含まれる星を、主系列星と言います。主系列星は、展開点を超えると、赤色巨星に進化していきます。しかし、この図ではこの星団に属さない星も入ってしまったので、星の流れを、見つける邪魔をしたきっかけになってしまったので、ここでは見つけられませんでした。で、星団の中にも主系列星の他にフィールドスターという、星団に属さない星と、Mドワーフで、
RGB、 これはレッドジャイアントブランチって言って赤色巨星のことを言います。で今回はこの3つを取り除いた主系列星のみで、研究を行いました。で主系列星 A は、明るくて重い星で、主系列星 B は、暗くて軽い星を表しています。こちらが主系列星 A です。こちらが主系列星 B です。この図から僕は主系列星 B がやや右下に引っ張られているように思いました。ここの星の流れを僕は、大原ストリームと名付けました。でなんで右下に流れているのかと思い、バークレー39の位置を銀河座標から調べてみると、こちらの方向に銀河面があることが分かりました。銀河面がこの主系列星 B を引っ張っているのではないかと思い、研究を始めました。でこの銀河面が引っ張る力を超積力と言います。で次のこれが超積力を表した式です。この式は、この MS という星が外側に引っ張られる、遠心力の力を表しています。この式は、銀河中心が MS を引っ張る力です。この2つの差が、超積力と超積力と言います。で超積力は常に両側に働いています。でこちらの、式は、バークレー39が MS を引く力です。この2つの値が等しくなった時の D の値を超積半径と言います。今回の研究で計算した結果、超積半径は 10% になりました。でこちらが超積半径が 10% です。でこちらに銀河面があり、こちらに銀河中心があります。こちらのストリームのように見られるものは銀河面による超積力の影響だと思いました。こちらは銀河中心です。先ほど言ったように、超積力は両側に働くので、こちらは銀河中心の、超積力が影響しているものだと思いました。この2つはストリームではないかと思います。ストリームを見つけるにあたり、A と B の存在比を調べました。で僕が、大原ストリームと名付けたところはここです。その関係ないまず3つのところの存在比のこれが割合です。この3つの差は約 0.9% で、僕のしかし僕がバークレー39でステラストリーム、大原ストリームと名付けたところの差を見てみると 5.1% と 9.8%、差が 4.7% です。でこの線は銀河面に平行に引いています。なので、4.7% の差があるので、まだ大原ストリームの可能性はあると思います。でこれが星の種類別密度変化を表したです。先ほど僕はバークレー39が、銀河面に引き付けられやすいと言いましたが、この密度変化を見てもらうと分かるんですが、主系列星 A も B も同じ割合で減っているのが分かります。なので、僕の研究はたまたま、主系列星 B が引っ張られたものだと思いました。でなので、今後この研究ステラストリームを、正確に、測るためにはさらに高視野で深い撮像による精密な解析と星の固有運動の解明が必要ということが分かりました。でこの研究を進めるにあたり、日本科学協会県立群馬天文台の長谷川隆先生、県立群馬天文台の職員の皆様、有限会社ワイズマンの原田健一様、放送大学の吉岡和夫先生、ギャラクシーゼミの皆様、大変お世話になりました。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは質疑応答に、はい、早速手が上がっております。獣医先生、よろしくお願いいたします。あ、国立天文台の田辺です。よくすごく観測されて、解析3000個ぐらいの星ですね、はい、測られて、レチャルがものすごい時間かかったと思うんですけど、はい、大原ストリームの信用性っていうか
統計的にどのぐらい有意かっていうのを、はい、まあ、この HR とあの、だけではなかなかその世界的には難しいかなと思って、ね、その多分その運動とかもっと暗い星を撮影すると、はい、もう少し分かってくる、はい、運動については多分これ引っ張ることのデータはない、だから届かない、全然届かない、だから運動をやるにはやっぱり自分でやるしかない、はい、それで深くやるのも多分スバルかなと使わない、そこまでいいかな、だからぜひスバル関係にこのコーナーを出すからどうか分かりました、お願いしています、はい、ありがとうございます。他に、あ、はい、先生お願いいたします。調査記録でストリームができるという、はい、それシミュレーションできない、シミュレーション、あ、シミュレーション今ほらいろいろシミュレーションできるじゃないですか、はい、銀河の衝突とかさ、そうですね、そういうそういう手法でぜひそのここからする、はい、それをシミュレーションしたら面白いかも、はい、シミュレーションしています。はい、ありがとうございます。他にご意見ご質問、あ、はい、先生お願いいたします。首都大学というのを見てその大原ストリームなんで、はい、なんかオレンジっぽいですが密度そういうことですか。その2つ前、あ、そうそうそう、それでその色が濃いところほど、密度が高いというふうによくあるんですよ、はい、そしたらね、その図をもとになんか透視線みたいなのを描かせ、はい、描かせるとその右下の、ね、方に流れていく、あ、なんか大原ストロインのこう汚れが見えてくる感じ、はい、だからこうやってこう図上でこう丸で囲むんじゃなくて、はい、なんかそういう分布図をですね、描かせたらいいなと思いました、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他にご意見ご質問ございましたらぜひいただきたいと思うんですが、よろしいですか。じゃあよろしければ長谷川先生一言ぜひお願いいたします。あ、長谷川です。まあ、予想通り信用性のところなのツッコミがきまして、まあ、大原君はですね、このデータを取ったのはとにかく去年の12月の4日なんですね、学期末試験かなんかが終わったその日にうちの手元に飛び込んできて、で夜通し取ってですね、もう明け方までやったんですけど、ね、途中2時間ぐらいの観測室で出てたんですけどね、まあ、そんなんで本当に12月4日から3ヶ月ちょいで本当にまあよくここまで仕上げたと思います。それで本当に年末年始もですね、本当に一個一個もせずですね、データ解析をやっててですね、まあ、3月にちょっと修学旅行でちょっと空いちゃったんで、その間にもうちょっと詰められるかもしれないですね。それで、まあ、そうですね、まあ、そんなんで、やっぱりあそこのストリームが本当にリアルかどうかっていうのは、本当にやっぱり難しい話なので、まあ、多分そのやっぱり一個一個の、その速攻するだけでも出ちゃいましたから、ね、彼はそこで近づいてしまってるんですけど、まあ、そうですね、そういうところを、まあ、さっき人だけ先生がおっしゃったような格好で、まあ、さらに進めていいんじゃないかなと思います。まあ、これ、まあ、最先端だとはいう話だったんで、まあ、論文にしてもいいと思いますけど、まあ、ご高齢先ぐらいに論文があるんじゃないかと思って、生物の先生がご高齢先って言ったらそれは本当どういうことだよって言うんですけど、天文学者が言ってるんで、本当すぐそこだって言うんですから、大学になったら頑張ってもらいたいと思います。 お疲れ様でした。ありがとうございました。それから福野がご高齢君とってもおとなしい子なんですけど、こんなに舞台度胸がある人だと思わなかったので、そうして頑張ってください。はい、先生どうもありがとうございます。はい、それでは大原さん本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。はい。